権限大法権限大法は958年に日本で鋳造、発行された戦火である。校長12線の最後に鋳造された。直径1 9ト、mm、ル前後の円形で中央には正方形の穴が開いている。線踏みは時計回りに解読で権限を打ったからと表記されている。裏は無門である。両目2 5ム程度の銅の鋳造下である。 権限大砲1枚に対し9 0 1 0枚の交換比率が適用されたと考えられている。小型で鉛が75%、あるいはそれ以上を占めるものもあるなど品位は非常に低く、また制作も悪く線文不の文字が読めないものも少なく、なく、流通範囲も狭かったらしい。だが、当時の平安貴族には、貨幣流通不振の理由がわからず、日本気略によれば、 天徳2年4月8日には、伊勢神宮以下11社に、心臓の権限大砲を奉納して、流通を祈願している。963年に、朝廷発行の最後の貨幣として、中造を終了している。以後自然貨幣として、輸入船や、民中船と混用されることとなる。船不民について、本来であれば、当時の代表的な農所家であった、木工島、 この豆腐が書くべきところ、すでに65歳となっていた豆腐は、眼病が進行して、祭事を書くことができなかった。さらに、道風に次ぐ能書きであった、大内気、気分性も触れへと称して拒絶したため、やむなくと書状、アホかいノが書くことになった。ありがとうございます。